花子、どこにいるんだよ。また家事サボって遊びに出かけただろう。はるき。あのさ、いい加減にしてくれよ。平日の家事はすべて俺、その代わり土日は花子をやるって約束だろ。なのにここ最近土日は休日だからって遊び歩いて、遊ぶのはいいけどやることやってから出かけてくれよな。はるき、いろいろごめんね。私本当にあなたには迷惑しかかけられてなくて。え？花子？どうしたんだよ。いつもならうるせえってここで逆ギレしてくるところだろ。こんな私に逆ギレする資格なんてないよ。おい、本当にどうしたんだ？どこか具合でも悪いのか？そうだね。あまりの自分のバカさに具合が悪くなるわ。まさか会社でこんな大失態を犯すなんて。え？会社で？花子今日は休日出勤だったっけ？休みだけど会社に急遽呼び出されたの。私ね、超重大な発注ミスをしてしまったみたいなのよ。じゃあ今日は休日返上でミス対応か？そういうことなら、今日の家事は俺が代わるよ。ありがとう、はるき。でもね、もうミス対応してもどうにもならないくらいやばいのよ。そんなに？私2000万もの大損害出してしまったの。もう会社にいられないわ。上司からもどうしてくれるんだって朝から怒られっぱなしなの。2000万？そんな大きいミスやっちゃったのか？本当に自分が情けなくなるわ。家のこともろくにできないし、仕事も大損害出すし、私には生きていく価値なんてないのよ。そんなこと言うなよ。ミスは誰にだってある。落ち込むよりまずはミスの対応だよ。俺も何でもサポートするから頑張って乗り越えようよ。本当に何でもサポートしてくれるの？当たり前だろ。それでも俺は、かな子の夫なんだからな。ありがとう、はるき。それじゃあ、お子供に甘えてなんだけどさ、2000万貸してくれない？え？何でも助けてくれるんでしょ？夫としてやらかした妻をサポートしてよ。損害出しちゃった2000万を立て替えてよ。いや、それぐらいの気持ちはあるけど、急に2000万なんて。夫でしょ？妻のために頑張ってよ、2000万円。なんとかしないと会社の立場なくなるんだよ。わかったよ。できるだけなんとかしてみるよ。本当に？できるだけだからな。あまり期待するなよ。はるき、ありがとう。今口座確認したら2000万きっかり振り込まれていたわ。もう確認したのか。どうだ、これでなんとかなるはずだよな。俺なりに頑張ってかき集めてみたんだけど。私のためにこんなに借金してくれてありがとね。これで彼と夢の駆け落ち生活が始められるわ。え？夢の駆け落ち？素直に2000万も用意してくれてありがとね。このお金で妻がいなくなるとも知らないで、ほんとおまぬけさんだわ。かな子、これってどういうことだ？私があんたを捨てて運命の彼と生きていくってこと。あんたとは別れるの。そして私は彼と一緒になるんだから。あ？つまり浮気していたってことなのか？浮気相手と今から駆け落ちするってことなのか？そういうこと。でも駆け落ちって調べたらいろいろお金がかかるらしいのよね。だからどうにかして駆け落ち資金を調達したかったのよ。それで会社で大損を出したって嘘？そこは嘘であって嘘じゃないの。会社でやらかして損害を出したってのは本当なんだよ。と言っても20万くらいなんだけど。たった20万？はるきのおかげで20万を支払ってもまだまだお金があるわ。こんなにたくさんありがとね。ふざけんなよ。そういうことなら自分の貯金から出せばいいだろ。我が家のお財布は別々なんだからさ。私の貯金はすでに使い果たしてまーす。え？彼と美味しいものを食べたり買い物したり、なぜかあっという間になくなるのよね。嘘だろ？結婚前すでに600万は貯金あるってあんなに自慢してたじゃないか。愛を貫くにはお金が必要なの。てなわけで、そろそろ飛行機の時間だから、じゃあねー。離婚届は玄関に置いてあるから提出よろしく。待てよ。俺に浮気のことも謝罪せず、慰謝料も支払わずに逃げるのかよ。俺がどんな思いで2000万かけ始めたと思ってるんだ。そんなの私に関係ありません。は？夫として何でも助けるって言ったのはあなたでしょ？結果的に私は会社20万支払えたし、彼との駆け落ちもできるし、ものすごく助かってるの。妻の役に立ったんだから夫としては本望でしょ？はぁ？
私のために借金2000万も抱えてバカみたい。その金は全部私と彼の駆け落ち費用に消えますから。絶対に全力で使い切れよ。え？ここまで清々しいと逆にスッキリするよ。バカみたいに俺がかき集めた2000万。浮気男と絶対二人で使い切れよな。送らないの？それどころか応援って、感情壊れた？壊れた方がまだ人間として正常だと自分でも思うよ。こんなひどいことされて、なぜか冷静な俺が自分でも怖いくらいだ。いや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 、怖いのはこっちの方なんだけど。冷静すぎて引くんだけど、あんたは妻に裏切られて2000万の借金を背負わされてるのよ。普通は泣いたり怒ったりするところでしょうが。確かにそうかもな。でも自分より泣いて怒ってる人を見ると、人は冷静になるもんなんだよ。え？かなこは会社の大損害を出したって聞いて、俺はまずかなこの会社に向かったんだよね。私の会社に？ 2000 万の大損害ってかなりやばいし、それを社員に補填させるのもかなりやばい話だろ。だから直接、かなこの上司の部長さんに話を聞きに行ったんだよ。は？部長に？部長さんが一番話しやすいと思ったんだよ。お互いに浮気された者同士、いろいろ通ずるものがあると思ってな。え？浮気された者同士？かなこ、お前が駆け押しするその浮気男、直属の上司である部長さんの旦那だろ？え？部長の旦那に手を出すって、お前すごい度胸だよ。それだけ規模が座ってるなら、駆け落ち先はどこでもきっとやっていけるよ。何を言ってるのよ。彼が、部長の旦那さんだなんてそんな変なこと言わないでよ。浮気のことはもう隠さなくていいぞ。とっくに気づいていたからな。え？家事はしないで遊び歩くんだ。嫌でも気づくだろう。更新所に頼んですぐにかなこの浮気は分かったよ。しかもその更新所すごくやり手でさ、なんと浮気男の家族構成まで調べてくれたんだ。それで男の奥さんがお前の部長だってことも知ってたわけ。なんですって？個人情報ダダ漏れじゃない。ダダ漏れさせてるのはお前だよ。第三者がたった一週間で調べ上げられるんだぞ。浮気するならせめてもう少しうまく隠せよな。本当に浮気のダメ出しされた。すぐに離婚しなかったのは離婚するタイミングを考えていただけだ。かなこのご両親は最近入院することが多いし、離婚なんて知ったらショックだろ。だからいつかお前が改心することをずっと待っていたんだよ。定期的に更新所に証拠収集を依頼しながらな。もう全部ボロボロじゃないの。大損害の事実確認と一緒に浮気のことはすべて部長さんに報告した。あまりのショックに泣き崩れていたぞ。あの強気の鬼部長が泣き崩れた？嘘でしょ？確かに強い女性だな。泣き崩れた後すぐに冷静さを取り戻していたのはかっこよかったし、そして淡々と俺に教えてくれたよ。大損害はそもそもないし、20万の損害もない。あるのはかなこの謎な私的経費20万円だけだって。どうせ浮気で散財して貯金も尽きたから、次は会社の金にも手を出したんだろ？それでバレそうになってヤバくなったから、駆け落ちってところだな。なんでそんなことすぐに当てるのよ。これでも一応お前の夫だからだよ。金は夫に用意させて、そこから経費分返還して、残りは全額駆け落ち費用。本当に最低な計画だよな。何よ、最低の計画だろうが、成功してるんだからいいじゃない。所詮あんたは私に騙されて2000万も借金を背負ったんだよ。は？今更名探偵気取りしてんじゃないわよ、バーカ。あんたが借金を背負ってまで用意した2000万は私たちのものなの。駆け落ち費用として全額使い切ってやるもんね。これはお前の会社社長からだぞ。え？お前の会社、最近貸付業務も始めたんだって？部長さんが教えてくれたんだ。そうだけど、それが何よ。それで部長さんがわざわざ社長に頼んでくれたんだよ。どうか2000万の貸し出しをしてあげられませんかってね。社長に直々に頼んだの？ああ、社長に事情を話したらノリノリでさ、娘を不幸にした奴らにはたっぷり利子付きで貸してやるって言ってくれたんだ。え、娘？知ってたか？部長さん、会社社長の娘さんなんだってさ。え？
社長室に呼ばれた時はビビったけど、関係を聞いて納得したよ。だから社長も二つ返事で貸してくれたんだな。え？嘘でしょ？あの部長が社長の娘？車のローンやらで会社の貸し付けを利用する社員も結構いるんだってな。だから家族もその手続きで借りておいたぞ。え？駆け落ちローン2000万をな。まだ離婚届は出していないから夫として代理手続きしておいたぞ。感謝しろ。ああ、ちょっと待って。この口座の2000万は会社のお金？おう、金子名義で借りてるからな。ちゃんとコツコツ真面目に返すんだぞ。嘘でしょ？こんなお金じゃ駆け落ちなんてできるんじゃない。金子の会社、全国に支社があるもんな。どこに行っても社員の目があるから頑張れよ。そんなの無理よ。逃げ切れるわけないじゃない。じゃあ戻ってくるか。俺と部長さんと社長さんの3人がお待ちかねだぞ。絶望的に終わってる。とりあえず俺はこれから離婚届出してくるよ。それじゃあ達者でな。逃げ切れないと諦めた2人はのこのこと会社に戻ってきて、借りた2000万の返金手続きを行いました。しかし俺と部長さんへの各慰謝料で結局2000万ほどが必要になり、また借りることに。今は二人揃ってバイトを掛け持ちしながら借金返済のために頑張っているそうです。